はい、どうも、ラモックスです。今回ですけども、8月15日から、21日までの練習メニューを話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずざっくり、練習メニューですが、8月15日月曜日が朝50分ジョック、午後が19キロの帰宅ランと、で、トータル1日走行距離が27キロ、16日火曜日が朝休みの午後は MK の平日の練習会で、2000メートル ×3 本、1000メートルのペースが4分ペースで、3本やりまして、まあダウンとか、内容を含めれば1日の走行距離が約10キロと。で、17日水曜日朝 1.16 のコースを5周プラス1キロと、1.16 の5周なので約 5.8 キロを3分半アベレージで行き、プラス1キロはここで3分で走れましたと。で、午後に関しては15キロの帰宅ランで走行距離が25キロと。で、18日木曜日が MK の朝練習の回で 1.16 のコースを10周。アベレージが4分6秒。午後が19キロの帰宅ラン。トータル走行距離が31キロと。で、19日金曜日が朝30分ジョック。で、午後がトラックで6000メートルプラス2000メートルやりまして、6000メートルが3分35から30秒ぐらいのペースで、6000やった後に2000メートルが6分19秒と、ラップは3分9で、1日の走行距離ダウンなども含めて16キロですよと。で、土曜日が朝30分ジョックの午後休み。この休みに関しては、この翌日の21日、暇すぎロードレースがあって、そのロードレースに出るために、みんなで車で乗り合わせていこうって話になって、で、朝5時ぐらいに、出ないといけないよねっていうことで、次、いつもであれば仕事終わって、帰宅ランをして、寝て始発で移動とかできればよかったんですけども、始発で移動してもまずこの5時の集合に間に合わないということで、前日、知り合いのところに泊まらせてもらって、すぐ、5時に出発したという経緯があったので、仕事終わってからそのまま知り合いのうちに行ったので、だいたい12時ぐらいだ、11時半か12時ぐらいに、その家に着いてすぐか、まあ、ほとんど4時間ぐらいしか寝ない、実紙みたいなもんなんですけども、寝てすぐ朝5時に出発して暇つりロードレースを出たという経緯があるので、この午後は休みになっています。で、暇つりロードレース出た後、終わってから家帰って、で、その後渋滞にも巻き込まれ、なおかそこから電車で帰るときには人身事故にも、あってしまい、遅延があって、結局レース終わったのは12時とか結構赤い1時とかそういう時間帯だったと思うんですけども、家帰ったのは結局10時ぐらいになってしまって、10時ぐらいで体的に結構バキバキだったので、終わってから60分ジョック、家帰ってからですね、60分ジョック本当のんびり、走りましたというのがこの1週間の流れで、今回の一番のポイントってのは、この暇つりロードレースにどういう状況で向かうか、どういう状況で、走るかっていうところが、一つのポイントなんですけども、今回に関しては調整はほぼしないで、臨みました。多分この金曜日のこの辺ぐらいからですかね、ちょっと30分ジョックとか、この辺どうしてもさっき言った説明通り休むしかなかったので、若干この辺は調整になりましたけども、本来であれば調整といえば大体、水曜日とか、長い人だったら、15日、まあ、月曜日からとか、もっと長い人だったら10日前ぐらいから、まあ、調整、テーパリングっていう、徐々にですね、練習メニューを落としていくんですけど、僕は今回はそこまで調整をせずに、この暇つりロードレースに出ました。まずその理由としてなんですけども、ちょっとわかりやすく書きますと、まあ、実力、走力はここから、ここまであったとして、このまま50ということで、練習が完璧にできているときが、ここの100%。だとして、練習が全くできていないときが 0%。この 100% というのは、例えば僕が琵琶湖を毎日マラソンでベストを出した週とか、あのあたりも完璧に練習ができていたので、その、今の実力からすると練習も 100% できているし、まあ、走力としては 100% 戻ってます、ありますよっていうのがここの状態で、0% っていうのが、今年の4月から5月にかけて、1ヶ月怪我しましたと、復帰しますって言って5月の下旬くらいからジョギングを始めたんですけども、その、ジョギングを始めるあたりの状況が 0% という風に捉えていただいて、まあ仮にその4月、まあ5月、6月、7月と練習を重ねてきて、まあ徐々に体重が戻ってきていると、元の走力に戻りつつあるという状況でした。まあわかりやすく、その暇つりロードレースの週が、まあ15日のあたりが仮に 50% まで
まあ、ここまで戻ってきてますよという状況、もちろんまだまだ僕の調子からすると、あの琵琶湖を走った時の調子からすると 100% のほど遠い状況ですが、この 0% の時に比べれば明らかに戻ってきてるので、まあ、わかりやすく真ん中の 50%、 これはもしかしたら 30% とか 40% かもしれないですし、 60% ぐらいかもしれないんですけども、今回はわかりやすく 50% というところにしたいと思います。で、今回はもし調整をした場合、50% の状態で調子を 100% に上げるのか、まあ、ここからですね、 100% にするのか、まあ、はたまたそのままの調子で臨むのか、まあ、練習を重ねることによって調子、ちょっと調子が落ちるのか、例えば 30% ですね、によってやっぱタイムっていうのは変わってくると思うんで、まあ調整っていうのは実力を上げる練習ってよりもどっちかというと調子を上げる練習になってしまうので、どうしても1週間そういう調整だったり、まあ5日間とか調整をしてしまうと、ここの走力っていうのは上がらずに、ただ調子が上下することによって、まあ結果が変わりますよねっていうことなんですけども、僕今回調整しなかったのは、ここの 50% のところを少しでも今のうちに 51% とか 52%、まあもしくは 53% にぐらいに上げれば、この点の部分が、まあこの辺まで上がりましたよと。で、調子的には 50% ですよってなると、要するにここで 50% の走力のまま、調整して 70% に上げた時と、まあ、同じぐらいのタイムが出るんじゃないのかなっていうことで、今回は調整をせずに、どっちかというと走力を戻す方、自分の体調を戻す方を優先にして、まあ、やりましたと。で、その理由としては今回のその火祭りロードレースが僕の中では怪我明け、まあ、最終レースで一区切りということだったんですけども、あくまでもこの火祭りロードレースが全ての目標ではなくて、まあ、9月とか、10月のロードレースでいい結果を出すために、今やってるというところで、ここで調整をしてしまって、50% のまま調整して 100% ありました。まあ、調子を上げる練習だったので、さっきも言ったように、ここの走力を上げる練習ではないということで、まあ、レース終わったらまた 50% の状態からまた積み上げていきますよというよりかだったら、まあ、調整はしないで、ここを 52%、3% にしとけば、少なくともその 2、3% 早く 100% に近づくということがあると僕自身は考えているので、今回はほぼほぼ調整をせずに、レースに出場しました。まあもちろん前日ですね、30分ジョックでもちろん全く走れなかった。例えば 50% 上で 30% にしてしまって、レースではもうほんとボロボロでしたって、そこで自信失うっていうのはさすがに、それはマイナスかなと思いますけども、ある程度前日とか30分ジョックで休みっていうのは分かっていたんで、そうすれば少なくとも 50%、もしくは50、60% ぐらいの調子では望めるだろうなっていう感じはあったので、今回は、あまり練習量を落とさずにですね、1週間の走行距離も133キロってなると、だいたい 18. 何キロ、まあ、19キロぐらい1日走ってるということで、そうすれば1ヶ月の平均で言うと 5,600 キロ走ることになりますんで、まあ、ある程度走行距離、怪我明けの中では走行距離を稼げてるなっていう感じなので、今回はまあ調整を優先というよりも、調整をして調子を上げるというよりも、元々の走力を戻すための、練習をしながら、なおかつ火祭りロードレースで結果を出すっていうのを優先したので、まあ、今回はこういう練習面になりました。なので先を見据えた、レースっていうのはかなり必要なんで、どうしてもこのレースがもう引退試合ですとか、どうしてもこのレースで優勝したいんですってあれば、まあ、今回も、例えば 50% の状態でも 100% の調子にして臨んだ方がいいと思いますけど、その先にもっと目標があるんであれば別に調整する必要ないですし、調整しないである程度走れた方が、自信にもなると思うので、その辺を踏まえて、こういう練習メニューをやったんだなってことを一つ参考にしていただければなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。